続いてのニュースは、これは、秘宝ですね。秘宝が入ってしまいました。皆さんももうご存知、桐生ココシ、一番恐れていたことが、コメンテーターさんも察しているようですね。ココちゃま、会長。そうなんです。なんと先日、ライブストリーミング権限を剥奪されてしまったようなんですね。これは、悲しいですよね。NDMA とは、飲んだだけで全知全能の神になったような気分になれる最高の薬だよ。一体何が原因だったのかは、未だ不明ということですね。まあ、健全な番組の朝午後ニュースをやっているね。溢れてくるー、来たー、来た。おー、キルココシですから、これは一体何が原因だったのか、あまりわからないという状態なんですよね。